コロナでオンラインのコースを始めなくちゃいけないと思ってなかなかうまくいかなくて40万50万今月80万以上クリアできますね。営業の前段階がもう9割ですよと。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、62歳男性ヒーラーの滝上さんがですね、インスタ集客で43万50万そして月商82万円とですね、売上を2倍以上アップできた秘訣についてインタビューしていきたいと思いますので、本日はナイツをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。62歳の男性ヒーラーということで、インスタグラムを実際活用してここまで売上を上げてる人ってね、結構珍しいと思うんですけども、現在の業種ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。ヒーリングをやってまして、オリジナルのヒーリングなんですけれども、これ始めてから10年ぐらい。ヒーリングのセッションとかね、ご自身のやっぱりサービスっていうところを提供してお客様を集めていきたいというところで弊社の実践集客学会に入学いただいたと思うんですけども、その入学のきっかけっていうのはどういったところでしたでしょうか。北野さんの YouTube とかいろいろ見てたり、はい、特に Kindle の本をいっぱい出されてるじゃないですか、はい、あれを結構読んでこれはいけるんじゃないかみたいなことを思いまして、うんはい、無料のセミナーも出させていただきまして、あやっぱり素晴らしいなと思って入学を決めました。滝上さんって62歳で見えなくて年齢を知った時にすごい実はびっくりしたんですけども60代の方でもインスタグラムで集客ってできるんだっていう、この動画見てくださる方でもすごいね勇気づけられる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、滝上さんってもともと SNS 得意だったんですか。そんなことはなくて、うん、集客についてはもうずっと苦労してきた感じで、コンサルタントについたりいろいろ自分でも勉強したりして Kindle 出版なんかもやったんですね。その時にインスタをやってみた方がいいよってこと言われて、その時インスタ始めたんで、去年の頭ぐらいですからね、 LINE とかはやってませんし、インスタで自分が好きなように投稿をして、やっぱりフォロワーも全然増えずに結構苦労してた感じ。入学前は商品自体はあったけども、はい、集客もそこまでできず、はい、売上ベースで言ってもやっぱりゼロ。そうですね、コロナの前は本を出してたりした関係もあって、うん、そこそこお客さんは来てたんですけれども、はい、結構地方のお客さんが多かったんですね。コロナでばったりと来れなくなっちゃって、首都圏でやってるんですけれども、そこからオンラインのコースを始めなくちゃいけないと思って、ね、オンラインのコースを作って、うん、さあ集客しようと思ったんだけれども、なかなかうまくいかなくてどうしようかなっていう感じだったんです。なるほどですね。入学をされてから現在成果面でいうと、ここ3ヶ月間の売り上げであったりとか、インスタのフォロワー数ってところをちょっと教えていただけますでしょうか。フォロワーはすごく増えていて、これは本当に学科で教えていただいたことを地道にやったっていうだけっていう感じなんですけれども、月に1000人ぐらいフォロワーが増えて、うん、そこから LINE に30人、40人ぐらい来ますよね。直近3ヶ月間4月からの売り上げでいうとどうでしょうか。40万50万今月80万以上クリアできますね。しかも6月の今中旬ぐらいなので、中旬の時点ですでに82万円。そうです。この結構急激なね売り上げの伸びっていうところの、その秘訣ってところもね、この後詳しく聞いていきたいと思うんですけども、今こちらの方に滝上さんのインスタグラムを表示させていただいております。今現在はですね、フォロワー数5800人、全盛療法×潜在意識ヒーリングで癒す専門家っていうキャッチコピーで活動されていらっしゃいますと、はい、このプロフィール文章の中でたった10分で人生を激変させる最強引き寄せワークマニュアルっていうのをプレゼントっていう形で LINE に誘導につなげていて、闘魂統一感としてもしっかりこういう形でですね、色合いに統一感を持たせた形で、まあ、発信をされていらっしゃると。滝上さんがインスタグラムの発信で集客において意識しているポイントっていうところがあれば教えていただきたいんですけども。私がなんでうまくいったかっていうと、初回コンサルの時にプロフィールを堀端さんという講師の方に作っていただいたんですよね。これまではコピーライティングとかもちょっと勉強したことはあるんですけれども、それを見てて素人が見よう見まねでやるのと、プロが作ったものっていうのの違いみたいなのが、段違いというのがはっきり分かったんですよ。なるほどですね。特にその LINE に誘導する時のプレゼントのタイトルとかがすごく大切だと思うんですけれども、はい、そこも作っていただいて、内容は本当に登録しないとわからないじゃないですか。タイトルだけしか見ようがないので、そこを見て本当に入っていただくみたいな感じなので、作っていただいたのがまず一つあると思いますね。投稿についても、画像をどういう風に作ったらいいのか、外注するにしてもどういうイメージで作ったらいいのかっていうのはさっぱり素人的にわかんないんですよ。じゃあどういうのがいいんですかって言った時に、こんな感じにしてください、ちゃんと具体的に言われるんですよね。でその通りデザイナーの方に発注して作っていただいたものに載せてったら、もうすごく綺麗な感じでできたんですよね。素人なんでどういう風に作ったらいいのかっていうのが分からなかったところを具体的に教えていただいたのが決め手だと思ってます。でご自身でも実際にストーリーとかはね、結構まめにアップをされていらっしゃる。今日も3個ぐらい上がってましたけども、インスタのストーリーもしっかりと発信をされていて、プロフィールタイトルとかをうちで作らせていただいたものを使っていただいて、月3、40人の集客成功して、そこから LINE の配信ってとこですよね。世の中には LINE アットにねすごい集客できるけども、そこから先が売り上げ上がりませんという方も結構いらっしゃったりします。 LINE の配信から売り上げにつながるまでの流れっていうところで、個別相談という形を取っていますか、それとも無料相談からセールスっていう形になってますでしょうか。
無料相談最初ちょっとやってたんですけれども、最初にオンラインの悩み相談みたいな9800円ぐらいでやってるやつがあるんですよ。そちらの方が申し込みが無料相談より多くなってしまって、相談して無料相談じゃなくてそっちの方を最初から提示した方がいいんじゃないかということで、そちらに変えたんですよ。なので今は無料相談ではなくてお悩み相談ということで有料で申し込みを受けてますね。この9800円にしっかり価値を提供して、そこからさらにもっと詳しくヒーリングを受けたいとか習いたい、そういう方にはバックエンドサービスを提供していくと、はい、そうですね。結構個人差があるというか、どんなサービスでもそうだと思うんですけれども、合ってるか合ってないかみたいなのはあると思うんですよ。できるだけ安い値段で体験していただいて、そこで良さが分かっていただいた方が月に進むみたいな形で進めていった方がいいと思ってるんですよね。さっきの、ね、9800円のお話があったと思うんですけども、無料相談よりも実は業種とかによっては有料にした方がどっと集まるっていう場合もね、実際結構あってですね、人は無料のものにあまり価値を感じないっていうことだったりするんですね。なので、まあ、9800円っていう値段を設けることによって逆に本気の人だけが来ていただける流れを作ることもできますので、そこでよりね成約率がどんどん上がっていくというところでね、今このフローでうまくいっているので、滝上さんもねぜひこのままで続けていっていただきたいと思うんですが、販売されていらっしゃるサービスって多分1万円とか2万円ではなくて10万以上の高単価のサービスを販売されていらっしゃると思うんですね。そうですね。そういったサービスを販売するときに、滝上さんが営業の時に意識されていることとか心がけていることがあれば教えていただきたいと思うんですけども、私の場合はすごい深い悩みを抱えた方っていうのがすごく多くて、潜在意識のメソッドだとかセラピーだとかあると思うんですけれども、いろいろやってきたけれどもなんかうまくいかなかった、最終的にたどり着いたみたいな方が多いんですよね。なので最初からそのサポートっていうことに関してものすごく力を入れてやってるんですね。ですから LINE とかそのメールとかでいろいろと苦しいこととかあった場合に、もう夜中でもいいから送ってくださいみたいな感じで、そこら辺を徹底してフロントエンドのところからやってるっていう感じですね。じゃあもう営業の時には本当に欲しいと言われる方もお客さんの方からぜひさらに続きもお願いしたいんですけどって言っていただけたりとかも、はい、そうですね。ああ素晴らしいですね。こういった流れを作れるってことは、事前にそのフロントの段階で信頼関係がねお客様と竹山さんにできているっていうことなので、この動画見てくださっている皆さんも営業の前段階がもう9割ですよと、まあ、その段階でのその LINE の配信であったりとか、まあ、コミュニケーション、例えば僕の場合だったらインスタライブだったりとかするんですけども、まあ、滝上さんの場合であればその有料セッションであったりとか、人によってはもしくは無料個別セッションとか、もしくは日々の LINE の配信でしっかりとねお客様との双方向のコミュニケーションっていうところを意識した、そういったマーケティングとかをぜひ組み込んでいただけると、より信頼関係がしっかり構築できるんじゃないかなというふうに思いますね。 LINE なんかの場合はブログに飛ばして内容を読んでもらうみたいなことをずっとやってきたんですけれども、最近やっと動画に手をつけ始めまして。これ YouTube ですか？ YouTube ですね、うんうん、まだまだ教育用のやつを撮ってるような段階なんですけれども、うん、本格的にちょっとやろうと思っています。 LINE からもその文章だけよりも動画で実際に話を聞いていただくっていうのが結構効果的だと思いますので、うん、そこをちょっと手をつけようと持って始めたところですね。 YouTube をやればね、よりどんどん高額商品とも売れるようになっていくと思いますので、ぜひこちらも参考にしてみてください、はい、最後ですね、この動画見てくださっている方で滝上さんみたいにね、もともと SNS がそんなに得意ではないっていう段階から自分でもね SNS 一歩踏み出したいけども、どうしてもなかなか苦手意識があって踏み出せないという方に向けて、もし一言アドバイスがあればメッセージいただきたいなと思うんですが、はい、私すごいせっかちな性格なんでやるってなったらもう手をつけないと気が済まないところがあって、あんまり考えないでいろいろ行動して失敗したりすることもあるんですけれども、北野さんもいつもおっしゃってるみたいに行動しないとやっぱり始まらないっていうことがあると思うんですよね。いろいろ考えてしまうこともあると思うんですけれども、そこはぶっ飛ばして行動するというのがいいんではないかと思うんですけどもね。行動してみないとね、逆に何が自分ができていないのかとかっていうのもわからないですし、行動しないと何も始まらないっていうところがありますのでね、はい、今回ですね、滝上さんのね LINE 公式アカウントも概要欄の方にね貼っておきますので、こちらチェックしていただくと、滝上さんがそのヒーリングに関する通信だったりとかもちろんのこと、 LINE の配信も非常にね上手ですので、ぜひね勉強になると思いますので、滝上さんの LINE アットもぜひチェックしてみていただけたらというふうに思います。それでは滝上さん、本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で成約率を2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね、今だけこちらに出ているね弊社出版している紙書籍もですね、どれか一冊プレゼントしておりますので、ぜひね興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS
SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね、 SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただきたい、嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。